はい、今日紹介した一着はこちらの東洋のスカジャンです。まず片面がですね、こちらのスカル柄になってまして、こちら刺繍です。で、色は黒とこちらシルバーですね。で、背がですね、背中がこのよくありがちな頭蓋骨に蛇が絡まってるような感じです。これ蜘蛛の巣があって、そうですね、クロスボーンがあっての、これ全部刺繍になってます。で、この中の方がですね、結構凝っていてですね、こんな感じです。 US ネイビーとこう入ってますけども、こんな感じの刺繍ががっつり入ってます。で、袖がですね、この切り返しも結構良くてですね、白とグリーンですね。ちょっと片手でやってるのでなかなかあれですけど、こんな感じの袖になってます。多分こちらの面で着られる方が多いと思います。袖がこんな感じですね。まあ、黒は黒で渋めのスカジャンが好きな方は黒の方で着ると思うんですけども、個人的には僕はこちらのデザインの方が好きです。ただやっぱり白なので、ちょっとした、まあ、何か食事とかですね、カレーでもラーメンでも跳ねちゃったら汚れが目立つのはこちらの白だと思います。はい、前面もこんな感じです。ちゃんとこう縫い目が入ってる感じもいいですよね。はい、以上が東洋のスカジャンの紹介でした。